天才ピアニストの深夜おでん。でんどうも皆さんこんばんは。こんばんは。え？こんばんはやね。こんばんは。<laughs> って言うなべて <laughs> ハルツォンみたいなやつ。<laughs> 天才ピアニスト竹内です。マスミです。ええー、今日もお差し入れたくさんありがとうございます。はい。刈谷あるラるさんからあ。 プレミアムネギ言ったな。はい。プレミアムネギないだ。かぼちゃさんから美味しい棒ウ2つ、コーヒーと元気の玉。かんありポンコツ前髪さんから美味しい棒元気の玉。ポンコツ前神さんありがとう。レモンさんからお便り。レモンさんありがとう。アイナさん美味しい棒ウ。アイさんありがとう。中島まいみさん美味しい棒ウ3つとコーヒー3つ。中島まいみさんありがとう。そして待っておりましたハードグミをからね。うわ。我々の大好きなハードグミみいな。なんでしょうね、サワーズでしょうかね。ハード。グミ。タフでしょうかね。タフも美味しいけどさ、久々に忍者飯。 忍者飯っていうねあれ固いなグミあるでしょあれ結構美味しいなああ、そうやななんかあんまり買わへんかったけどそうやね自分ではなんか買わへんのでもあれさ安いのよ百円ぐらいななるほどね最近グミってちょっと大容量で二百0何本とかするけど忍者飯百円でねはいはいはいハードを味わえるからねあいいなとおぬぬめですおすすめです 何がちやん <laughs> ええー「ふつつかなもの」「かっこ」「きささんから元気なもの」<ん>「テロ行為やこんな」「ふつつかなもの」「きささん」定期的に「き、ま、ょうとねえっ、ー、と、えー、水星チークダンスのねはい。 久良一郎さんをに追い詰めてえ、問い詰めたいと思います。さあ、おえお差し入れじゃない、お便りありがとうございます。ありがとうございます。ここに書いた名前が相手に届くよさんからですね。ここに書いた名前が相手に届くよさん。これはラインの一言欄に一言欄で書くタイプの人です。げぼっちょ。げぼっちょって言い過ぎてないそれ。いますやん、たまに。これ書けるプロフィール欄に。文字数最大限でしょこれ。かもな、結構書いたな。あ、一言欄に一言欄で書く人いてる。 プードルのメラちゃんとかねえー、そんななんかテラってるプードルのメラちゃんさん書いてましたよテラミチお兄さんテラミチお兄さん <laughs> 完全に美味しいこと元気の玉のお差しれありがとうございますありがとうございます普段はドラッグストアやスーパーで買い物しているのでたまにコンビニで買うと高いなと感じてしまいます確かにそれと同じくスーパーの割引シールが貼られた商品いつもあれを買っていると定価で買った時に負けた気分になります時間がもったいないのでシールが貼られていなくても買いますが一度安さになれると悔しい思いをしますねということでねいやわかる偉いですよねそのちゃんとはい この同じ商品やけどちょっと安くなってるやつをねできるだけ買うっていうの。そうそうそう。でもやっぱさ、こうよ夜の時間帯ばっかり行ってて閉店間際ばっかり攻めたら結構ね半額天国というんですかあれをなってるけどやっぱそういう同じ学園天国みたいに言うてない。半額天国って皆さん思いませんか。ツッコミさんが駆け寄ってきたよなんか。あ待って。送れましたみたいな。そうそう。あていうか学園天国みたいに。 そうそうでも同じ時間にあ同じ時間昼間の時間帯行ったらな一個も商品はパンパンやけどね安くなってるのはねしてない私まさに今出てきた商品ばっかりやからねそうそうそれはそれでテンション上がるんですけどお刺身とかね特にもう半額セールなりがちじゃないですか閉店間際そこをね襲撃するのが私は好きなんですけどねはいはいはいやっぱ昼間行くともう何にも貼ってないお刺身天俗やもんね <laughs> お刺身単独お刺身単独ライブはしたいけどね、うん、なんかわからへんけどそうできたらしたいけどね、うんうん、お刺身もう天国になってるんですけどね閉店間際はでもかといってパンパンなんはやっぱ昼間なんですよねそうやなもうすごい選び放題うん、うん、お刺身もきれいしわかるわかる、うん、なんかでもねそういうの散り詰もうよねそうそうコンビニで毎日買うのもね、うん、そうやなんか1回2回やったらねそんなに知れてますけどうん、うん やっぱ年間って考えたらすごい金額にさあるやろねドラッグストアとかもさうん、うん、結構食料品置いてるしうん、うん、お酒も置いてるしさ置いてる言ったら定価よりちょっと安いわけやんか、はいはい、それを我々はね怠けてそう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  でででもそういうういとこでさコンビニ買っちゃから車で行かんときついみたいなとこもねち,ちょっと例えば業務用スーパーとかねはい、はい、買ったのは安い分かってるんじゃないですかだからんか車で行って買い込んで買えるみたいなイメージだからさ、うん、業ーー、ね、あそうやなチャリンコで行ったら知れてるからなめっちゃ知れてるんですよほんまだから私もたまに気合い入れてさ、はい、ライフね一日休みの時とかやったら気合い入れてライフ行くね、うん。うん、で大きいリュクを空にして、はい。はい 行って大きいエコバッグを1個持って行ってまずチャリンコのカゴに山盛り買った袋をドンって入れますちょっと危ないかもしれませんがハンドルの両サイドに片っぽにはトイレットペーパー片っぽには食料品何か買った袋そしてリュックサックには重たい系のビールであったりとかシャンプーとか。買い出しですよねそう もうむちゃくちゃの鋼のボディーになって買えるっていうのを、ね、<laughs> 1> 月1回ぐらいはやってるんですけど、ね、なるほどねそうだからほんはそれを車でペアっと行ってよ一回ぐらいしたいに行くからドラッグストアとか回って、うん、安で買うってねそうそベストなの分かってるんですけどね分かってんねんけど<ー>コンビニでな私なんかもうトイレットペーパーもコンビニで買う時あるわ割高やんなコンビニで買ったら絶対な,あなあちょっとスーパーもな んめっちゃ近くないいねね私の家はい、それ、ね、うん、ちょっと離れてるし自転車しかないしっていうのもあって、うん、やばいトレッパーがないってなんねん <laughs> それは<え>挟みながら行くわけないのな <laughs> 何かをうんちゃむんも んもつけなよゼロになってからは買いに行かへのさすがよかったよかったよかったさすがに最後の1ロールに取り替えましたの時にもうないなと手を伸ばしたら後ろにもうないあやばいな確かにノールックでやるけど後ろんでかしなきゃと思ちょっとだけお尻上げてなはいはいはい大丈夫やね真上やね真上よ便器の真上やね何があっても大丈夫はいはいでラスト1個変えた時にあやばい次ねお家出る時に買わなあかんと思うねんけどうん コンビニ時間とかが遅かか遅ったりするから、ね、コンビニで4ロールを買っちゃうよねでも最近は何か、あのー、セブンイレブンさんとかファミリーマートとかのオリジナルブランドのやつがちょっと安い、ねうんじゃないかな確かに安い言う暮らクラシモアみたいなはい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 安いですね、うん、その辺をまあ買っているっていうそう。 我々劇場の横にドン・キホーテがありますからそこでまあドン・キホーテも安いですからねドン・キホーテで安いんかなどうなんやろからも物によるかもしれないけどね別に安くないやつもあるかもしれんちょっと安いんかなやっぱなんかあの辺とか安そうな気するんですけどねあの何ていうんですかシャンプーであったり歯磨き粉歯ブラシとかであったりこうんかちょっと値札が安売りみたいになってる あの熱ねそうそうそうリステリンとかもさたまにめっちゃ安い日とかあってだからまあ安いものによるけどタイミングによって安いなるね割高ってことはないまあ高いことはないからと思いますけどね何でしたいやその割高で買い物の話ね悔しいってことだねそうそうそうでもビールとかもさ取り寄せにしたやんかあれもう結局ほんまに夜な夜なエールさんのええとこのビールやけど やっぱコンビニで毎日買った割高じゃないですかもちろんそのお酒屋さんとかで箱買いするよりもそう考えたら別になんかね知れてんのよ知れてるしこだわりのビールをね飲めてるわけですからで重たくないはいその手間がないからねこれはね郵送ですもんねそうなんです私も「本麒麟」をね勘で買う箱で買うとやっぱ安い。 しかもアマゾンの定期便っていうのがあって24巻じゃないですか大体月1箱なくなるじゃないですかそれを定期便っていうので買ったらより安いやんまた安いもちろん箱で買ってるから安いやんそれプラス安いっていういいですねそういう買い方もいいねもう絶対これは使うんだっていうそ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 うこれは食べるんだ飲むんだっていうねやつがあれば全然んかその方がお得だなっていうふうにね確かに思いますけどね あのビールで思い出しましたけどねえっと私はもう毎日キリンさんを一番絞りもしくは本キリン絶対キリンっていう風になってるんですよでまずめちゃんヨナヨナエルさんのやつヤホーブルーウングねヤホーブルーングヤホーブルーウングさんのやつ飲んでるじゃないですかねちょっとねコンビで話し合いましてねえどっちも二人は愛飲してるからねあのスポンサーまあなんていう CM 出たいうんうん CM 出たい出していただきたいただやっぱり現実に考えた時にキリンの のキャストはえぐタモリさんとか「本気麟」の江口洋介さんとかねアンさんとか名だたる中村池さんも最近出てありますね超人気有名どころのそう堤さんも出てるか堤真一さんとかだからもう無理だ到底無理だじゃあヤッホーブルーイングさんを狙っていこうそういった結論に至りましたリアルすぎる結論。ヤホーーブルングさんのえ お知り合いいたらえないでください言っといてくださいっていうかヤッホーブルーイングさんねそのというのもねこういう結論に至ったというのもあのツイッターでねなんかヤッホーブルーイングさんのさ YouTube 生配信みたいなほうなんかやっててそれがねなんか芸人とコラボみたいなしてたんですよなるほどねそんなんマスミちゃんのが飲んでるやろと私飲んでるで飲んでるでええーファルセット昨日もねはい水曜日の猫いただきました木曜日やけど 無視してよびをああ、もう、そう、吸い猫。吸い猫、美味しいねんから。なあ、だから、ちょっとね、ホーブルイングさん。まこう方針はね、やっぱ、深夜おでんの皆さんに伝えとかなあかんから。今日はね、君ビール、僕ビールをね、冷やしてまいりました。あ、そうですか。はい。それ、飲む予定で。飲む予定。でわかりました。いや、ホーブルイングさん、大好き。よろしくお願いします。ほんまに好きやからね、これ。これ、ほんまに好きよ。なんか、嘘、嘘みたいに思われたね、わ。絶対。やめてよ。 さあそしてナンプレカレーさんから元気の玉とおいしいありがとうございます隣の芝生が青く見えることってないですか私は営業やってたんですがノルマだったり顧客や社内の人間とのやり取りで疲れていました現場の人は作業に集中していればいいからいいよなと思ってて現場の仕事に転職しましたいざやってみると現場は現場で大変でした納期に間に合わせなければいけないしミスをして一からやり直しで嫌になることもどこに行ってもそれなり悩みはあり隣の芝生が青く見えていただけでした で,あーでもそれすごいですね、うん、実際に芝青ってなってて<う>じゃあその青い方に行ったらええやんで行ってみたっていうのがすごいよね青で済ましがちやもんな、ね、人間誰しもはあ隣青ーいいよなーってね、うん、言うだけやからみんなそうそうそう,そ,う,そ,うそこに行ったというねあなたの冒険これはねもうすごいよランプレカレーが素晴らしいわよねこの動きが隣の芝なんか真っ青や そうですね基本もう芸人界でも私なんか竹内さんにも青ってなってますから青い時ある隣の竹内がめちゃめちゃ青い何まずねお腹出てないねもうその時点でまッそージ内さんビールとかねめっちゃ飲むのにまあまあ飲んでますね全く腹出てないねあははは一ミリたりともお腹ぺったんこなんよ別に腹筋してるとかねなんか筋トレ特別まあまあやってないですねしてるってわけでもないのに正直はい。 私なんかもうウエストポーチ4つぐらいつけてるぐらい、うん、<laughs> 常にハンデを重みをつけてそう言ったら竹内さんよりビールに関してはあ時間がたちゃった <laughs> <laughs> お安みチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどう,どう